ビクラマシーラ大学とは、現在のインドビハール州東部バーガールプル県に存在した大学。西方のビハール州中部にあったナーランダー大学と、共に後期インド仏教の主要な拠点となった。ビクラマシーラ総院、ビクラマシーラ大総院、超岩寺、超海寺とも。ビクラマシーラ大学は、古代ベンガルとマガダニパーラーソの王ダルマパーラによって、8世紀末から9世紀。 初頭に創設された。チベット人の資料によれば、5つの大勝者があったと、されている。ビクラマシーラは最も大きな仏教大学の一つで、あり、100人を超える教師と1000人を超える生徒がいた。そこでは著名な学者が生み出され、彼らはしばしが異国へ、招待されて、仏教の教えや文化、学問を広めた。彼らの中で最も巧妙なのは、アティーシャで、 1042年に、チベット西部のグゲ王朝に招かれて出国し、チベット仏教のカギュ派、サキャ派、ゲルク派、ジョナン派など侵略派の先駆となるカダムの放流を打ち立てた。哲学、文法、刑事上学、インド仏教などのような主題がそこで教えられたが、この系統は、ソンカパ大使のゲルク派に影響を与える密教の重要な一派でもあった。1193年に、 ナーランダー大学が破壊されたのと同様、その10年後の1203年に、アイバクハイカの将軍、ムハンマド・バンフティアール・ハルジー率いるトゥルク・イスラム、勢力によるセーナーサ信仰の過程で、この大学は破壊された。こうして、インド仏教の名脈は断たれることになる。ビクラマシーラは主に、チベット資料を通して知られている。特に、チベット像のターラナータが書いた、 16から17世紀のチベット寺院の歴史によって知られている。ありがとうございます。